可愛い巫女さんとゲームがしたいな。そこのミカミックスよ、我が可愛い巫女さんである。あ、本当だ。じゃあくにょくんやろう。だが断る。何茶番はい、じゃあ前回の続きからやっていきましょう。うん、うん、あの巫女さんが映ってるけど、一応俺も隣にいるから、で俺いらないっしょ、いらないんで、離れてます。ちょっと俺の声遠くなるかなっていうのはあると思うんだけど、まあ俺おまけなんで、あくまでも私が主役である。そうだね、マキナちゃんを守る手下がいるから。てか死にそうだけど、こう覚えてる？あ、ほんとだ。操作方法とか覚えてる？そもそも。こうだの？そう。よし。こうだの？うん。それ回復する？え、うん。こっちでいいんだっけな。Let's go to 海。あれ、ここも海だったっけ？わかんないです。これマップも、マップがあれだね。忘れてるね。そうですね。これは。河内の国は。お、店。これでもこれ何て書いてあるの？うどん。あ、うどん、うん、うどんはあんまり回復しなそうだしな。ここ何だったっけ？これわかんないですね。入ってみようか。何屋さん、何屋さんかわかんないとさ、飯屋入れなくて、普通に考えて怖いですね。怖いよね、うん、みたいな。ぼったくりバーかなみたいな。なんか食べる？買わない。買わないの？買わない。でもちょっと魚くてもどれくらい回復するか。あ、そうですね、試し魚を食べた。魚、あ、ちょっと待って、今いくつだった、わかんない。体力がいくついくつ回復したって書いてあったけど、それなりに。お、あ、でも回復しますね。え、どうすんの？え、じゃあ買うじゃあ入っていきましょう。じゃあ買う。じゃあ芋。芋を食べた。芋を食べた。20ってさ、一発食らったらさ死ぬやつ。死ぬやつだね。え魚いくつだったら食ってみて。これさ、俺が見つけないからね。俺の金でマキナちゃんに食わせてあげるっていうのは。あ、体力最高に、魚は体力が最高になるんですね。そうか。はあ、芋無駄無駄芋をしてしまった。俺はもう買ったから買わないと。買わないと。で、あ、そうそう、ちょっと一回ステータス出して。はい、ステータス見てみよう。なんか変わってるのか。変わってないね。変わってないですね。あ、俺強くなってるよ。あ、なにこれ、なにこれ。敵を倒すと強くなっていくんですかね。あ、じゃあいっぱい戦おう。手下が頑張ってるから、うん、マキナちゃん全然強くなってないわいいんです。か弱い乙女のまま。よし、じゃああと敵だね。敵の場所。へい。あ、河内にいるね。ちょっと移動しよう。イエス。マップというかあれを。ほい、左の方かな。レッツゴー。あ、いた。一発で15減るんだよ。マッハキック、マッハキック弱いよね。うん、1ってなんだその代わり、まあ連打が効くみたいな。あ、そういう。で、パンチはすればね、マッハになってないから、まあ一発の攻撃力は強いと思うんだけど。いた。ひどい。なんかドッジボールみたいな。あ、お金はイエーイ、お金イエーイ。ダッシュしながらキック強い。ダッシュしながらキック。ちょっと本当だ。マキナちゃんはなかなか難しいかもしれないけど。なんか3とかです。あ、どこ行った。3か。お金イエーイ、お金。あ、なんかある。あくらえ、くらえ。あ、こいつかも。くらえ。この顔。この顔。幻影の顔だよ、幻影の顔。わかんないよ。こいつ幻影だよ。幻影。幻影でしょ。幻影。ゴールキーパー。あ、あのね、あの、そうそう、あれね、あれね。あ、違った、また出てきた。何匹いるんだ。お金。まあ、2人、1組で出てくるから。あれ、今なんか。わかんない。あ、あと後ろから。後から狙うって最低な男だな、こいつは。本当だ。そういうことしないから。おお、前から殴る。なんか一瞬間があったけど。おお、マキナちゃんが14当たっちゃったのかな。どうなんですかね。なんかすでになんかいっぱい食らってる。いや、強くなってる。チラッ
こで隠れてなさい。いいよ、お金だけ、お金だけ、お金だけあげるよ。わあ、お金消えちゃうから、これ、あの時間。あ、お金いい、お金いい。ボスの音、おヘイルマンだ、ヘイルマンじゃん。ヘイルマン知らない。あ、殴られてる、後ろから、後ろから、また、やばい、すごい。あー、くそー、まあ、その名の通り、こいつ外国人だからね。え、嘘こんな外国人だけど、なんか江戸に来てるのアラビア系。あー、どこの国だっけな、ヘイルマン。石油を掘りに来た。そこまで佐渡島。覚えてない。いや、ちゃんと所属の国あるよ。え、うん、へー。あ、いよいよ、お、え、素敵な中国人紹介しますみたいなこと。素敵な中国人、ちょっと、ちょっとあれが早いかな、メッセージスピードが。うん、別に大丈夫です。あ、じゃあ、まあ、でも変えましょう。はい、設定、設定だね。メッセージスピード、普通にしよう。じゃあ、しましょう、うん、はい、オッケー、オッケー。てってれー。え、で、敵です。待って、死にそうだけど、また死にそうだけど。イエー、また死にそう、イエーイ。いや、まあ、多分一番手っ取り早いと思う。100円かかるけど。100円、100円って100問、もう止まる止まる。100問がいくらなの。100問、3問の得っていうのがあれが大体60円ぐらいって言いますよね。そうなの、うん、だから 3問60円でしょ1問20円でしょ、うん、2000円ぐらい。ああ、それなり。でもまあ、どういう、やどやかに言うけどね。そうですね、素泊まりなんです。素泊まりの雑魚寝っぽいよね。そう、ご飯とかない、だから飯屋がいい。まあ、江戸時代だからしょうがないでしょう。ちょっともう一回あれを見て、これ1プレイしかね、あの、うん、開けないんで。まだいるか。まだいますね。結構敵いっぱいいるね。どんくらい出すの。まあ、とりあえず行こう。右もスルガだったよね。あ、そうなんですか。あれスルガじゃなくてカワチ。カワチ。ほら、いるいるいる。あ、いた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 。あ、殴られた。え、ちょっと強い強い。やっぱ敵強くなってる。18かってる。やっぱくらい。うわ、宿屋が。ちょ、待って待って待って。くらえ、くらえ、マッハキック。マッハキック。とりあえずマッハキックが。マッハキック。1より強くなってもらうと、効率が悪いよね。3は、3いったい。ダッシュキックしたから。お、お金。お金を貯めて。でも物とかも買わないといけないから、食ってばっかだから、食って寝て、食って寝てしかしてないから、俺たち。食っちゃね、食っちゃねですね。食っちゃね、食っちゃねしかしてない。やばい、やばい、下がやられる。イエーイ、お金。こいつ工事でしょう。え、なんかどういう動きしてんだこのままハメ倒せるんじゃないかありがとうでござんすとか言ってうや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 。挟むのが一番いいね。挟むのいいですね。挟み打ちですね。いや、お金いい。こいつが最後の敵ですかね。いや、でも全然倒してない気がするけど、まあ挟もうくる。ああまだちょっとね、慣れないですね。動きがぎこちないね。ぎこちない。暗い。あー、ここ殴りだよあ、マジで倒れてる。あ、なんか倒れてるなんだあいつ。多分ね、微調整がね、微調整うまくいかないですね。うどん屋さんの前で暴れていた。痛い痛い。素通りされて弱いから素通りされる。謎の動き何なんだファミコンだからね。ファミコンですからね。でも弱いな多分。あ、攻撃力は強いけど。いや、何やってんの。くらえーい、くらえーい、いけいけ。あー、2とか食らってる。あー、パンチパンチ。あ、ボコ殴りだよ。あ、なんかマキナさんの気力があれですよ、5になってるって何か。あ、進化したんだ。気力しかないね。気力しかないです。気力のみで立っています。やっぱ俺は普通に両方やばいんだけど。あ、死んだ。あ、生きてるか。まだ強く生きる。俺はここでもうマキナちゃんを守ることができない。お前の屍を乗り越えて行く。お金を託そうじゃん。やったー、お金ももらい。まだいるか。あ、ボコ殴りだよ。やばいやばいやばい。ボコ殴りだよ。あ、死んだ。くらえー。どうしたんすよ、ボスター。
え、こいつ倒したらボスですか？え、一人でボスですか？ね、頑張る。マップ変わると多分。あたい頑張る。あ、3食らうようになった。マップキックは1だね。普通のキックはあれってことですか？そうだ、3ってこと。ははは。強すぎる。え、次。あ、またいた。頑張る。やばいやばいやばい。あ、死む。これ2人とも死むとあれですか？なんか。まあ、戻されるだけだから、ね。ああ、お金が減ってね。お金は半分くらいになる。あ、なんか、体力は戻ったけど、気力が減って。あ、そう、気力を使って、あ、体力が増えて。最終的に体力に変換するみたいな。あ、そういう感じですね。くらえくらえ、うりゃうりゃ。1、1、1とか。その気力するとなんか、よく、どうやって出るのかよくわかんないけど。イエーイ。あ、ボスだ。あ、キンスケ、こいつ、あ、じゃあ、もちづきだ、もちづき。もちづき。伊達天のキンスケさんが相手になってやるぜ。うわぁ、すごい、すごいよ、すごいよ、足だ。すごいよ。マキナ、力つき。力つけるよ。なんだよ、こいつ。魔法術できなかったよ。あ、お金ちょっと、お金は俺も見れない。あ、マイナスか。200円になっちゃった。これは、必殺技を買っていかねばなりませんな。今買う金がないからね。ここ鉄鋼しかなかったしね。鉄鋼はパンチが強くなるんだよな。すすす。木綿鉄木綿の鉄鋼パンチでしょ、どう考えても。わかんないけど、マッハパンチ。いや、マッハパンチとマッハキック両方はね、いらない。いらないですか？いらないでしょ。あ、鉄鋼、やっぱ鉄鋼パンチだから。あ、いらないのか。なんかどっかお店探しする。お店探す。ウィンドウショッピング。ウィンドウショッピング、ほう、しましょうぞ。買わない、買わないを選ぶ値。右へ旅立っていこう。旅立ちましょう。富士山を背に。富士山。で、ここは動きにくいマップになって、うん、あ、あれ、このね、水みたいな。300円と200円でさ、はい、何が買えるのっていうのもあるけどね。そうですね。どこ行った？どこ行った？どこ行った？どこ？分かんない。橋の下に。橋の下に。え、大丈夫これ？え？え？あ、謎の店。あ、謎の店だ。レベル99。ハイパーが高いよー。あ、達人メガネとかあったね。なんかね、これ、敵の技をパクれるのよ。え、何それ、すごい。どっか出てきた。ここにあるの覚えてる。台車動いてる。ここかやばー。この辺なんかどっか滝の中とかにね。滝の裏違ったよ、気がするんだけど滝の中だったのかな。どこにいるか分かんない。あっ、あれ、ちょっと見てて、もしも紫になったか。おお、紫だからね。紫組蹴られるからな。くらえ。あんまりね、俺蹴られるとかそういう趣味ないから。ご褒美です。我々の世界ではご褒美です。いや、俺ほんとそっち系のね、趣味はないのよ。くらえくらえ。水の暗さ、水くらえ。向こうから来るのを待てばいい。うん、まあ、やっぱりね、男としては獲物を追う方が。あ、そういう。そうだよ。はあ。来るものを拒む。くらいくらい、ボコ殴りちゃい。お、連れてきた、なんか今日のくらさん。おお、やばいやばい、攻撃力が強すぎるんだけど。強すぎるよ。やばいやばいやばい、普通に死んで。またこんな難しかったっけこのゲーム。よし。いや、いつもさ裏技使ってやってたからね。裏技、うん、ほう。あれ、稲葉やつだ。来た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 。っていうか、ヘイト、あれ、止まった。痛い。あ、ごめんなさい、ワンちゃん。超役立たねえわ俺。手下め、このこれ役立たず。戦すぎでしょ。お、戦い？いや、マップを変わると復活するから。他に敵も復活するからね。ええー。あと
どこにいたっけ。これは持ってってあげよう。イエーイ、早い早い、便利便利。で、こう付けに来て、あ、いる待って花粉症だからね。花粉症ですからね。まだヒノキの花粉がね。あー、なんかこれ緑組さん、これ花粉症全然ないからね。羨ましい。もう世の中の花粉というか、杉という杉を伐採しちゃい。ジャイアントスイングみたいなのあんまり強くないから。ジャンプキック、ジャンプキック、竜巻1900。竜巻扇風機が買わないとできないから。買えばできる。買えばできるよ。竜巻扇風機にはならないから。あー、ここでくる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 って。へえ。普通の扇風脚、普通の扇風脚。あ、動きづらい。当たらなければどうということはない。わかる。なんかありましたね。そこら辺もちょっとね、覚えさせていかないと。まあ、ガンダムネタを覚えてもらって。足なぞ飾りなのです。そうだね、坊やだからです。行っちゃった。来いよ、ユエモンとやらがちょっと頭に来ちゃったんです。ユエモン誰だよ。来た来た、任せなさい。高みの見物をしよう。さっきのやつらよりはどうかな。でも結局全部1だから。何なんだろうな。全部1だからね。どうやれば能力が上がるんだね。それはまあ戦ってればっていうのもあるけど。あ、これか、今デキデキみたいなのが鳴ったじゃん。ね、なんかあれレベルアップの音なんじゃない。え、そういうことですか。どっちがレベルアップしたか分かんないけど、ちょっと蹴ってみて。え軸があるかな。軸が、あ、1か。結局パンチ倒したらパンチの方がいいかもしれない。顔面もう遅くなってるからな。そうですね。よいしょ。あれマジでいない。来いよ。止まってるからな。ねえ、なんでしょうねあれね。ちっちゃうとマップが変わっちゃうし。ボスいないとかあったっけ。いや知らんす。絶対ボス行った気がするんだけど。あ、いた梅松。来いよ梅松。パンチ倒れればもうこっちのもんよ。俺のやつ当たってる。当たってなさそう。お、ダッシュキック。ダッシュキック本当強い。ダッシュキック。わあ。待って。パンチ。お金お金。お金。終わった？まだいる。なんだこいつ。自滅した。くらい。パンチ。舞台だったらなんとかなる。顔しか見えないけど。お金。チャリーン。まだか。動きづらい。ふりゃ。ほら。ふりゃ。おるし。28とか。あんまり俺に近づきすぎると怪我する。俺に近づくと気がするんで。よし、ボスだね。お、あ、ボスの音楽。どっちこっちじゃない。ちょっと待って。エリア移動すると多分ね、また最初からになっちゃうからね。倒すのが。ため吉。ため吉。よし、ちょっとなんかずれてるけど。倒してパンチで追撃する。それが一番。キックで倒してパンチで追撃。やばいやばい。あ、俺どこ行った？お店に入っちゃった俺もしかして。え？お店に入ったら出れないの？あ、出るじゃない。閉じ込められる。やばい。もう。ガハハハ。やられた。死なば物とさ。稲葉物置。もうよくわかんないけど。
身の見物と行こうじゃないか。待って待って、やられてます。おめえたちがこんなに強えたな。平七の金。金。いや、どうぞ。さて、はい、まあ、平七とかさ言われてもさ、わからんから。誰だよっていう。また死んじゃいそうだからね、今。行きましょう。よいしょ。食って寝る、食って寝る。食って寝る、食って寝る。でくっちゃね、くっちゃね。ちょっとずつお金を貯めていくみたいな。うい。あ、出てきた。はい、ジャンプできる。ほい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 。よし。連れてこう。行け行け。人一人乗せてさ、あれ落ちた。落ちるんだ。すごいですね。なかなか大変ですよね、引っ張ってくるのね。俺鉄鋼買っていい？鉄鋼買うわ。いい、いい、買いましょう。それ持ちながら店の中入ろう。相当なんか大きいもの持って帰るみたいな。わしは買わぬ。うん、でパンチを主体にしていく。お、いいですね。もめの鉄鋼受け取った。装備とかあるんだっけ？ちょ、待って、もう一回あれを出して。てってれー。で、もっち、ちょっと、ステータスで、あ、17になってるね。お、俺20だけど。おーおー。で20から持ち物で、うん、これマキナちゃんだから何もないでしょ、はい、これもめも鉄砲、うん、パンチが10あった。お、超あるわ。すごい、いいですね。ベッセルガニまたいるね。どうする、寝る、宿屋行きますか。俺はマキナちゃんを守れる自信がない、今の体力だと。そうですね、私もなんかこれはちょっと無理なので。じゃあ宿屋に、宿屋この宿はめちゃ儲かってるね。ねえ、儲かってますね。しょっちゅう来るなみたいな。毎日来てるっつって。ああ、ごめんごめんごめん、なんかおっしゃった。なんか。このコントローラーで操作してください。閉じるが B だから、なんか。イエス。止まる。最高だ。これ片方ずつ止まってんの。別部屋です、別部屋。別部屋かよ、当たり前じゃないですか。せっかくこんな頑張ってさ乗せてあげてんのに。それとこれとは別の話です。あれどこにいるんだ、これはこの先行くと多分またあっちゃうね。下って行っちゃうとね、別のマップになっちゃうから。よいしょ、この下取って、ほら、いたほら、ほらパンチ。え、これまたあれじゃん、因縁の紫組じゃん。あ、紫組だ。言葉強くなってるのこれ。あ、でもちょっとロックとかなってますね。そいつの一条くんが任せたよ。できた。いや、防御力もね、やっぱりすぐ死んじゃう。あマウントコースに取られてる。やばいやばい、こいつらがほんと強いわ、この紫のやつら。紫組、うん、ちょっと台車の上に乗って高さ大事です。高さを取るのは、あ、すげえジャンプパンチ、すげえ攻撃力上がる。実戦において大事。あー、なんだい。こんな一条ごときに。一条さん、いや一条マジ弱いから。あ、そうなんですか、うん。あ、ごめんね。あ、殴られた。もう、もう、もう、殴られた。あ、もう、もう、マウントポジション。いや、ちょっと、普段のあれかな。何かが。上司としての。あ、そういう。くらいくらい、いかがでござんす。そうすると、俺、マッハパンチ欲しいな。いや、マッハって。300円くらいだったよね。300円でしたね。これ何、ちょっと武器は武器で別でね、武器の攻撃力があるのよ。あ、そうなんですか。あ、殴られてる、3で。俺のあれだ、これ。ほい。ほい。あ、16。パンチパンチ。まあ、マキナちゃんを守るためなので、お金を惜しまず使ってるからね。お、何かがピリピリって言った。力が上がったね。上がりましたね。このレベルが上がるだけで、こいつらに対処できるのか。ほら、いや、でも、無面の鉄砲いいわ。あ、本当ですか。強い。強い。もう、羨ましい限りでございます。よいしょ。よいしょ。なんかハマってる。オッケーオッケーオッケー。
半分しか見えてないあ、やべ暗い暗い。いや、なんで65すごい、なんだ、食らってる。これが俺のマキナちゃんに対する、うん、愛の数値だな。攻撃力はいらねえいいお金、どっちだってお金だよね、世の中お金です開いた、なんじゃい、なんじゃい、マーキング倒してくれれば逃げるな、逃げるな、あーやばい、にもうあーもうこれ一緒に重なるとね、まあ、協力にすれば当たらないんだけど、あ協力って感じじゃないからね、そうですね、よし、ちょっと先行しよう、先にイエイ、これ様子を見に行く、船とか乗れないかな、あっち行った、あれ台車、台車開いた、あいつやばいやばいやばい、一段で殺された、あとよろしさん、強い強い強い、もちづき、あれは霊峰四天王なのよ、霊峰四天王の一人なのよ、霊峰、霊峰学園の知らん四天王の一人なのよ、強いわ、力尽きたよ、ちょっとマジ強いんで、はい、恨みつらみが、まあじゃあちょっと、はい、こいつ強いね、はい、どうしようかっていうところで、じゃあ今日はこれで終了します、はいはい、よかったらチャンネル登録とお願いします、お願いします、待っている